ハロー、こんにちは、ミキです。今日もドイツのケルンより音声配信していきます。今日はね、えっ、ー、と、また私の職場のお話で、えっ、ー、と、ドイツでね、老人ホームのお手伝いのお仕事を12月から始めてて、で、それに関してはもう何度もね、えっ、ー、と、音声配信でも話してるし、ブログや、えっ、ー、と、Facebook とかにもね、よく書いてるんだけど、その職場の えーとね私の担当してるグループのおばあちゃんが今日一人亡くなってでまあそのおばあちゃんに関して言うともうねここ1週間ぐらいかなほとんどちゃんと食べてなかったからまあそろそろだろうなとは分かってたけどねうんでそのそろそろのその日が今日だったのねそうで今日私早番で朝ね えっとねっていうかまあ昨日の時点でもう亡くなる準備に入ってるっていう連絡を受けてたわけよグループのね連絡もみたいなやつでであグループ LINE っていうのかそんな感じのやつがあるのね「What's a p っていうやつねでねでねその亡くなる準備って何かっていうとまあ家族の人呼んででも薬とかはねあの無理になんていうの飲ませたりしないで 最後の時間を待つみたいなな感じなんだけどだからまあ夜中に亡くなっちゃうか今日か明日かなって感じだったんだけど今日朝職場に行ったらあの看護師の人がね「あのおばあちゃん亡くなったよ」ってさっき亡くなったよって教えてくれてで私が私のグループのとこ行ってねそのおばあちゃんのところに行ったらまあ家族の人とかいたんだけど。 まあ手を握ってねそしたらまだあったかかったのよだからまだ生きてるんじゃないかみたいな感じだったの本当にでその後にまた 2, 2時間ぐらいしてもう一回行った時はもうすでに様子が随分変わっててあのほら何ていうの亡くなりたてってさまださそんなに変化ないけどさ亡くなった後何時間かするともう本当にさ あこれは本当にもう生きててなないなってわかるじゃんでそれこからさらに私が仕事上がる前にねもう最後の挨拶と思って行った時はもう本当老人形みたいな感じになったからさ明らかにもうここには何もおりませんみたいな感じだったのね魂も何も感じませんみたいなそうそれでねそのおばあちゃんが今日亡くなってでそのおばあちゃんは私が12月に働き始めた時から いいつも食事を押せばしなきゃけでねお話はもうだ全然できなかったのよ話は全然できないからアイコンタクトってってもはっきりしたアイコンタクトじゃなくて調子のいい日にこう意思表示を目で感じ取るみたいな感じだったのねで調子悪い日とかはもうほとんど寝てるみたいな状態だったりもう朦朧としてるっていうのはわかるからさでたまに意識がちゃんとしてる時 があってそういう時に目で何かを訴えてるのを読み取るみたいな感じだったのね。で前のさ音声配信でも話したけどあのそのおばあちゃんの部屋に竹の絵が飾ってあってねそれが上下逆だったっていう話をねしてるんだけどそのその日だよねその日そのおばあちゃんの息子さんが来ててで初めて会ったから実はあの前から言いたかったんですけどあそこに飾ってある絵の上下が逆ですっていう話をして。 その時のおばあちゃんが一番たちがね出会ったその数ヶ月の中で一番ねあの表情があ明るかったの。<laughs> でそうそれでまあ息子さんは、まあ、日本にね何年か住んでたことがあるっていう息子さんだったんだけど今日もだからその息子さんも来ててでまあね最後のお別れの時間をね一緒に過ごしてたんだけどね。 でねそのおばあちゃんはさだから話も全然できないしずっと車いすだし何が私たちのその関係性かっていうと私がお薬あげたりお食事あげたり何か飲ませてあげたりっていうだけでしょ。まあ言ってみれば一方的なものじゃない私からするっていう感じだからね。なんだけどあのね何だろう私からやって してですごく喜んでくれる表情が見れるわけでもないからさ本当にある意味で言うとものすごい一方的な関係性ではあるんだけどなぜかねほんと不思議でねすごくそのなんかねそこのおばあちゃんと過ごす時間が好きだったんだよね私ね。であの、まあ、私の性格的なものもあると思うけど関わったりその大事にしなきゃいけない 大事にしなきゃいけないって言うと、ちょっと言い方おかしいけど、なんだろう。まあ、要するに、なんか守らなきゃいけない存在に近いじゃない言ってみれば。だって自分でできないからさ。だから、まあ、愛情を注いでたわけよ。本当に。<laughs> 純粋に。<laughs> こ人間愛だよね。言ってみればね。そう。純粋に愛情を注いでて。だからさ、なんて言うんだろう。あ、もう時間ないから適当に終わらせようみたいなことは、 私はしなかかったから多分余計それもあると思うんだ自分でさ大事に大事にさ育てたお花がすごく大事じゃないけどさそんな感じに近いかもしれない自分がすごくその時間も大事にしてたしどうやったらそのおばあちゃんがもうちょっと食べれるようになるかなとか食べやすくなるかなとかよく考えてやってたからやっぱりさ自分が大事にしてたものの大事その時間が大事になってくるんだろうなと思った私が愛情を注いだ分が 大事な私の中の大事な時間になるんだろうしそれが多分伝わっててなんか一緒にこう共有してる時間が結構ね癒しの時間だだったんだよね日によってはかなり癒しの時間だった時にはねやっぱりね時間に追われる時はああもうこのご飯をあげてるこの時間がかなりもう,なんかなんていうの時間がないからどうしようみたいな時もあったよもちろんね。あったけど それでもじゃあ途中で終わりにしようみたいなことは私できなかったのよ。ああもうじゃあいいやちょっと仕事の時間長引いても。ってやってたからさ。そ,うそれでねそのおばあちゃんがだから今日亡くなってもうすっごい悲しくてでも仕事中はね私がさその朝例えばねまだぬくもりがある時に触ってで、まあ、家族の人いたから短い時間だけちょっとお別れね告げてで。 部屋を出た後にすごいな,なんかさブワーって悲しいこう何て言うの気持ちがさ自分を襲ってくるじゃない覆ってくるっていうかさそうだったんだけどその何て言うの <laughs> みんなで過ごすその今みたいなさ大きい部屋があるんだけどそこの部屋に行くと誰かがいてその誰かに何かをやらなきゃいけないとか次はお薬の時間見たりあとお食事の時間見たりとかそういうことやってると。 悲しみに浸ってる時間がないでしょだから次に次にってやってるうちにそれぞれの人がそれぞれのテーマを持って話してくるわけだからそれだっ結構気分が紛れてたわけよ。なんだけど仕事が終わって今日職場の人と一緒に少し出かけた時にまあ悲しい気持ちがブワーって出てきてさもうかなり泣いたよね本当にもうさ なんかわかんないけど急にさ、ふわーって悲しくなってきてさ、もうすっごいボロボロ泣いてさ。で、ね、なんか、そ,それに関して言うと、まあ強くなんだけどね、みたいなさ、部分はあるよ。ね。前のおじいちゃんとかおばあちゃんの時もかなり泣いてたから。だけど、でも、やっぱそれって大事な人だったっていう、ね、証拠みたいなものじゃん。大事な人じゃなかったら涙も出ないしさ、むしろ、ああ、よかったって思うかもしんないじゃん。<laughs> 看護師の人が言ってたけどやっぱ人によってはねものすごいもう何十年ってさ介護士とか仕事をしてるとさ中にはやっぱり合わない人だったりすごい意地悪な人だったりいるんだってでそうするともうさあよかったって思う時もあるらしいのよで確かにそれは分からなくはないよね私がたまたま今さすごいラッキーで私の担当してるグループがね 本当にみんななんかさ、可愛らしい優しい人たちばっかりで、で、私も気持ちよく、こう、楽しくね、接してるし、あと、なんて言うんだろう、気持ちも入るじゃない。大好きな人たちばっかりだから。でも確かに、私のグループじゃないところには、あなんか感覚的に、あ、の人ちょっとっていう人もいるわけよ。だからその人がもし私のグループだったらどう思ったかは分かんないじゃん。たまたま私が本当今回、 今ね職場ですっごいラッキーでみんなあこの人はちょっとっていう人がいないからねめっちゃめちゃ大好きと、まあ、大好きぐらいのさ <laughs> そのぐらいの差はあるよもちろんねみんなのことを心から全部大好きってわけじゃないからさ大好きは大好きだけど特に大好きと普通の大好きはいる <laughs> まだからそんぐらいの違いで何て言うんだろう で幸い、本当に幸いなことに、ああ、もうあの人の顔見るの嫌だみたいなのは全然ないからさ、そこは本当ラッキーだったけど、ね、だから、まあ、そういう意味で言うと、私がだから、ね、なんていうんだろう、亡くなってすっごい泣いて、で、まあ、これはね、感情移入しすぎだから、もっと強くなるんなきゃな、ある意味、ちょっと壁、なんていうんだろう、こう入り込みすぎないようにしなきゃいけないのかな、みたいなことをね、思って言ったら、 まあそんなこと考える必要ないよって,ってねそう思ってね泣けるっていうのはいいことだよねみたいなことを言ってくれたからさだからまあ良かったなと思ったけどでもね私にとっては本当にねそのおばあちゃんとの時間はね貴重な時間だった本当にいろんな意味でねうん私にとってまた初めての経験だったのもあるし他のさその前にね亡くなったおじいちゃんとかおばあちゃんとはまた全然違う タイプだったからさそうで2人で共有してるそのそのおばあちゃんが食堂に出てこない時は私が食事をね部屋に持ってってテレビがねテレビつけてるのが大好きなおばあちゃんだからいつもつけといてねって言われてるからさつけてるんだけどつけてるってそのお食事あげてるでしょその時の時本当ににんて言うんだろうまあ私がさ一方的にさ ちちょこちょここ話しかけたりするじゃない、ね、もうちょっと食べてねとかさ口開けてねとかもうちょっと飲みますかとかねそれぐらいな感じでさあとあこのテレビ面白いねとかね <laughs> まあ言ってみればだから私が何だろうまだ私の中にあるその自分のさ死んじゃったおじいちゃんとおばあちゃんと共有できなかった時間を共有したい願望なのかな <laughs> まあそれが分かんないけどまあねそんな感じのだからさ 一方的とはいえすごくなんか癒しの時間だったんだよね。で私にとってすごく大事な人だったんだなーっていうのはやっぱり今回もほんと強く思った。自分にとってかけがえのないっていうかさその大事な人であるってことは働いてる時からそのねおばあちゃんが生きてる時から分かってはいたのよ。だってなんかなんかわかんないけどおばあちゃんそのおばあちゃんこと大好きだったからだけど今回がほんとね亡くなって。 そしたらね結構バーって思ってる以上にね大事な存在だったんだなって本当に思った。ねなんかさマザー・テレサがさあのどれだけ多くの人ことを、ね、したかじゃなくてどれだけ心を込めたかってことが大事だっていうようなことを言ってたんだけどそれの意味は多分自分にとってかもね。だってさ 100人の人を私が1回に面倒見たらさ一人一人にさそんなに力を込められないじゃない。だけどどれぐらいの人数ねな何て言うんだろうだから私が心を込めた時間を私は多分すごく大事に思ってるのかもしれないじゃん今、ね。だって実際はさそのおばあちゃんから「ありがとう」って言われたわけじゃないしだって喋れないからね。 それは私が感じ取ったことだったり何て言うんだろう、まあ、ありがとうを感じ取ったってっ変な言い方だけどそんなことは感じ取ったことはないわけよありがとうを感じ取ったことはないどっちかっていうとそのおばあちゃんが心地いいな今っていうのを感じ取った感じ心地いいか悪いかはさ見て取れるじゃんでそう今このおばあちゃん心地いいなって思ってるなーっていうのを感じ取って私が嬉しいみたいな感じだったからね だからさそう心を込めたその時間の大事さって多分自分自身に対してのものだよね。同じさ24時間さ1日過ごしてもさ何も心を込めないでバラ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 って過ごしてるのと途中途中の時間何かに集中して心を込めてるっていう日々とじゃさ絶対変わってくるもんね。 っっていうのも本当に今回思ったでねあと思ったのはねなんかねちょうど先週かな先々週か忘れちゃったけどあの養老孟先生っていう人間解剖学とかの先生がさいるじゃないその先生のなぜかえっとね講演会の切り抜き YouTube みたいなのがおすすめに出てて <laughs> でそ,うそれでねなんかそこでちらっと見たのがさ死とは何かみたいなね で私はさその死後の世界を否定しないしあとなんていうの死んだ後も魂が残るとかそういうのも否定しないしかといって死んだ後には何も残らないっていうのも否定しないわけよそればっかりはさ経験してみないと分かんないじゃん実際にねでその生まれ変わりの記憶とかねそれも全然分かるしかといってそれもないですよって言われたらまあないのかもねとも言えるわけそれに関しては私はね これって言うほどはっきりした答えは正確には持ってないね。だどれでもいいんじゃないのかなっていう感じ。ただ、そこに至るまでの人生をどうするかの方が大事だろうなって思うよね。うん。でね、ま <laughs> あそれはちょっと、まあ、話しつれたけどで、そのよろ先生が言ってたのは死とは何かみたいなことで、で、タスこんな感じのこと言ってたの。えっとね、 自分の死っていうのは大事じゃないっていうかどうでもいいんだって。まあそれはわかるよね。だって死んだら自分の意識ってもうないわけじゃん。で、ああ、死んじゃ、俺死んじゃったけどどうしようみたいなことはないってね。だから死とは何かって言った時に死っていうのは身近な存在、身近なね、大事な人の死というものがその人にとっての重要なものなんだって。でそれは本当 本に今回もだからまあね前回おばあちゃんとかおじいちゃんがあのね入居したのおじいちゃんおばあちゃん亡くなった時もそうだったけど今回は特にその養老先生の話を読んだ後だったから特になんかそこに意識は向いて確かに本当にそうだなと思ったよね家族の人がそのねおばあちゃんっていう存在だったりお母さんっていう存在が亡くなってどう感じるかすごい悲しいじゃない。 で、まあ長いこと、ね、車椅子で寝たきりで、でなった時にまた感情も変わってくるじゃない。昨日まで元気だったのに急にっていうのとはまた違うじゃない。で、私は12月からね、半年間、お世話をしているっていうだけだったんだけど、それでも私にとってそんなに大きい、そのおばあちゃんの死だったわけよ。ね。 変わってただからその時間の濃さなのかもしれないけどさだから本当になんて言うんだろうまあこれからさどれぐらい私がねこの仕事をするかもわからないし私自身がね自分が死ぬまでにどれぐらいの人の,その大事なね存在大事な人たちの死というものをね経験するかわかんないけどなんかこうなんだろうね 後悔しないようなあり方でありたいなとは思ったかな。うん。でも、亡くなってそれを悲しくて泣けるっていう関係性もいいなと思うよね。だってそのおばあちゃんのことがさ、大好きじゃなかったらさ、泣きもしないだろうしさ、むしろほっとしたかもしんないじゃん。<laughs> そう、なんか、ね、やっぱりね、介護士の人とかが、 何十年も働いてるとやっぱりねその入居者の人会う会わないはあるから中にはねもうあよかったあの人ついに死んでくれたみたいなこともあるらしいのよ。でそれはさ難易度は絶対言えないじゃん。私は今のところねたまたまラッキーで本当に大好きな入居者の人しか私のグループにいないからねだからそうだけど。 たまたまさそこにさ何か私の本当嫌いなタイプの人とかで苦手な人とか入ってきたらさどう思うかなんかかんないじゃん毎日地獄みたいな感じかもしれないじゃんねだってさ大嫌いなのにお世話しなきゃいけないんだよどんだけ精神力強いんだって話だよね <laughs> でねそうだからさまあね身近な人が亡くなってその人の死が悲しいっていうことはその人との関係性において 自分にとって大事な存在だったんだなっていうことがわかるからさそういう意味では悲しいのは悲しいけどそ,のそれでいいんじゃないのかなって今日は思った本当に悲しかったけどね本当に悲しかったけど悲しく思えることも良かったなって思ったね本当に。生きてるうちにさどれぐらいの人のことをさ大好きになれたりとかさ大事に思えるかとかさ そうやっってて愛情を注げるかかさ、分んんないじゃんねだからその一つ一つをね大事にしたいなって本当にね今回まだね改めて勉強させていただきましただからいつも私がねその入居者の方々が亡くなって最後に言うことはいつも本当ありがとうございましただけだよねあのいい人ぶってるとかそういう意味じゃなくて本当にさなんて言うんだろういろんなことを 多面的に見たときにそういう言葉に最後なるなーって本当に思った。という今日はね、お話でした。ではまた次回の配信でお会いしましょう。ではまたねー。